でもここで諦めたら終わりだったんだけど、なんでうまくいかんのやろと、なんか格好を見ると良さそうなんですよね。ベーシック領域を持ってるし、なんでこれが期待通りの結果を示さないんやろうかと未練がましくいろいろ考えていました。言い訳を思いつきました。何がでしょう、これは本物なんだけどまだちゃんとこの結果が出ない、言い訳としてこの辺をなんか言い訳ないかと、なんかこれが失敗、まだ本物なんだけど期待できるような結果を示さないのには何か理由があると。ここはパリンドロミックですね。だから二量体として結合するんですよね。だから二量体には結合するときは必ずホモダイマーとして働くわけじゃないですよね。転写因子の時に分子の1であったけど、転写因子はヘテロダイマーも作れますよね。似通ったものがいたらホモダイマーもできる、作ることもできるけども、別のよく似た遺伝子とはヘテロダイマーも作ることができるですよね。だから言い訳として考えたのは、センサーは1個しかない、センサーは1個しかない、1個しかない、ここに1種類しかない、1種類しかないから一つノックアウトするとシグナル伝達ができなくなる。でも転写因子はダイマーとして効くので、ホモダイマーでもヘテロダイマーでも働くことができると考えたらどうでしょうですね。だから今 A と B と2つ転写因子があると、今 A を取ってるだけだからAB のダイマーはなくなるんだけども BB のダイマーは残ってるから、残ってる BB が転写を実行するという言い訳、まあ言い訳ですけどね、成り立ちますよね、そう考えれば。だから B も取って A とこのタンパク A とヘテロダイマーを作ることができる B という転写因子を取ってきて、これもノックアウトしたら全くシグナル伝達が起こらなくて、これと同じような表現器を示すかもしれないという、少しの期待は残るわけですよ。じゃあこの A というパートナー A に結合するタンパク質を探しましょう。これ どんな方が考えられますか。結合タンパクを探すにはどうしましょう。細胞の受信学とは性格的な話をちょっとした、結合するものを見つけるには何かと何か結合してる、それだけだと周囲から埋もれてますよね、落としてくるんですね、免疫沈降するんですね。 IP 実験というのを今この A というタンパクのに対する抗体を使って A と B がくっついたとしたら、 A を落としてきたら一緒に、もし B がくっついてたら一緒に落ちてくるという免疫沈降ですね。免疫沈降して、多分今の時代なら、皆さんの時代は質量分析がとてもパワフルなので、免疫沈降して電気移動して質量分析にかければ、これがまあ今ならこれをやって、でこれは最近さらにもっと手法は発展していて、もうちょっと効率よく結合しているタンパクを、基本はこれなんですけど、相手を標識しやすくして取るなんていう方法はやっていて、まあ、今うちの研究室もそういう方法を使って結合タンパクを探そうということはよくやっていることなんですね。でまあこれはこれでいいんですけど、やっぱり分子生物学的な方法というのがあって、これは生化学的な方法で、これは遺伝学的にやるのはまた大変ですよね、これの結合するのは。だからやっぱり分子生物学的にやる方法はツーハイブリッド法って聞いたことありますか。習った、どんな方法。GST はね、またツーハイブリッド法というのがあって、これは私がアメリカにいた頃は90年ぐらいにネイチャーに出た方法で、まさにコロンブスの卵というような話なんですね。これ転写のシステムを使います。転写因子
GAL4 という名前がついている転写因子を使います。で、GAL4 というのは普通一番細胞にとって使いやすい栄養素はグルコースですね。グルコースが一番使いやすい、すぐ解糖系に回せるから。だからグルコースが十分あるときはガラクトースなんて使わないんですよ。もういい、ま、すぐ使えるものがあるときにはこんなガラクトースがたとえあったとしても使うのめんどくさいから別にガラクトースは使いません。でもグルコースが全くなくてガラクトースだけにすると悠長なこと言ってられないから、栄養ないんだからガラクトースを使わないといけないわけですよ。でそのどうやって使うかはこの今日のプリントの真ん中の上に書いています。ガラクトースはその3段階の酵素反応を行ってくるとガラクトースに ATP を加えることによってグルコース一リン酸ができるというそういう反応を進めればガラクトースをもとにグルコースが出てくるわけです。でだから普段こういう3段階の反応する酵素はないんですね。発現してないの、いらないから。でもグルコースがなくなってくるとこの酵素を使わないといけないので、そこ側のみんなあるようにこの遺伝子ギャルなんとかという遺伝子はにはまあ、これ下列の別の言い方なんですけど US という言い方は結構して、例えば症状媒なんかやってる人はこの US という言い方を結構使う。アップスリムアクティベーターシーケンス、質配列のまあ昔の言い方、今でも使う人はいるという。でここにあるようにガラクトースを代謝するための酵素の重量にはこの GAL4 という転写因子が結合する脂配列があるわけです。でこれがその白四角で書いてあるね。だからガラクトースがだけになってくると GAL4 という転写因子が活性化されてガラクトースを代謝するための酵素を転写して量を増やしてガラクトースを使えるようにします。転写因子に必要なドメインは何でしょう。 DNA 結合ドメインですね。この DNA、US に結合性なんですね。 DNA に結合するドメイン、それからもう一つ、結合しただけではダメでしょう。結合しただけで転写が起こる。ここには何が結合しますか。タータにはこう TBP とかが結合しますよね。 TBP を中心とした名前までは覚えなくていいという、こう基本転写因子群というのがあってこれがやってくると RNA ポリメラーゼがやってきて転写を実行するんですよね。だから転写因子が基本転写因子群に働きかける転写活性化ドメインというのが必要です。だ転写因子はこの脂配列に結合する DNA 結合ドメインと基本転写因子群に働きかける転写活性化ドメインの2つがあって初めて転写因子と成り立つ。これがなかったらむしろ抑制してしまいますよね。 DNA に結合しただけで何もしなかったら他が来るのを妨げてしまうので、両方あって初めて転写が実行される。で普通はこの2つのドメインは1つの分子の中に含まれている。1つの転写の中にここに DNA 結合ドメインがあってここに転写活性化ドメインがあるというのが普通で、それが当たり前だとみんな思ってたんですけど、この90年ぐらいのネイチャーの論文で別に1つの分子なくてもいいやんと、これは基本的に一つの中にこのドメインとこういうのがあるんですけど近くにあったらええやないのと、こう全体としてここある DNA に結合しこちら側でこっちに結合して促進すれば同じ分子になくても
近くにいたら全体として一つの転写因子として機能するでしょうというのがこのアイデアで、それがここなんですね。 GAL4 の DNA 結合ドメインというのがあって、からここにアクティベーションドメイン、これ AD と書いてあるのが転写活性化ドメインのことです。ですね。だから普通はこの DBD と AD というのはくっついてるというか一つのポリペプチドの中にある。だけどもそれを切り離します。だから DBD と AD を切り離してしまう。もともとは一つの分子の中にあったのを遺伝子組み換え技術を使って別のタンパクにしてしまう。ただ切り離しただけでは転写は起こらないですよね。 DNA、 これは DNA を結合するけども、こっちは転基本転写に働きかけるけども連携してないんで、これが今 DNA 結合してるかどうかこっちは分からないです。この DNA 結合してもこっちが言ってるかどうか分からないんで、このままでは全く転写は起こらないんですけども、これにあるタンパク質 X を融合タンパク質として作っておきます。こっちはもうすでに自分が持ってるもんね、基地、さっきで言う A という方に相当するやつで、こちら側に Y というタンパクがあって、X と Y が結合する性質を持っている。パートナーである、結合する性質を持っていれば融合タンパクはアイノコだからハイブリッドですよね。ガソリンと電気のハイブリッドというようなに DBD と X のハイブリッドです。でハイブリッド2つが結合すると、これが全体として一つの転写因子に振る舞うというシステムね。クロモスの玉で一つ中にあると思ったのは別に切り離してもいいやないと。で結果として一つの転写因子として振る舞えば転写はオンになるというシステムなんです。ということで分かりますか。でここをライブラリにしておきます。ここの AD はもうすでに分かってるんで、これにいろんなタンパクを融合させたライブラリを作っておきます。もう片っ端で CDN に片っ端から全部この AD をつけた融合タンパクにする。でその融合タンパクのライブラリの中から融合タンパクのライブラリを入れることによって転写がオンになればそれは結合するものだろうと。逆からいくんですね。普通結合すると転写が起こる。探すときには、こっちはもう全部分かってるんで、ライブラリの中からを入れることによって、転写がオンになれば、それはこの X と Y は結合したんじゃないかと、推定できるという、そういう方法ですね。これも分子物理学から、ライブラリはもうすでにあったら、掘り込めばいけるわけですよ。ただ結構簡単だから、割とよくやっていて、今でもこの方法で相手を探すという人は結構います。ライブラリはもう売ってたりするんで、自分のこのこれを作れば、あとそのシステムを入れるだけでスクリーニングができるという方法なんですね。だからこの方法はもうすでに一般的だったので、さっきA の結合相手の B を探せば、で B もノックアウトすると期待する表現器が出るかもしれないという時にパッと思い浮かぶのはこの2ハイブリッド法なんですよね。当時 IP なんてまだそんな一般的なかったんで、2ハイブリッドやろうかなと、そしたら B が取れるかなという期待感はある。ただし
これは A が本物だったという仮定でそうなる。もし A がはこれは完全に今思ってるのは言い訳で、 A は本物じゃない、偽物だったら、偽物のパートナー探してもまた偽物が取れてくるですね。だからこれ簡単なんだけど、でもやっぱり数ヶ月はかかる。数ヶ月かかってやって B を取ってきて、 A も B もノックアウトしたけど、やっぱりこっちになるかもしれない。ギャンブルですよね。 B こうの風になるかもしれないし、ならないかもしれない。ならなかったら数ヶ月のロスという話になるんです。どうしようかなと、だいぶ悩みました。やろうかな、やるのはいいけど、やったら数ヶ月ロスするかなという時に、あれこれ考えた時に、今こうライブラリーで今これ A という転写子に結合する B という転写子が欲しいんですね。ですね、 A という転写子に結合する B という転写子を数ハイブリッド法で取ろうかどうかずっと考えてました。でこのここを見てみると、こう考えた時に、この転写子は普段は活性化状態ないんですよね。小胞体に異常が生じないときは別にシャペルは普段通りで良いので、普段は働いていません。でも小胞体ストレスが起きて、なんか IR が活性化されると、これが活性化されて転写を実行できるようになるとですね。でもそういうものなんだけど、もしこの GAL4 の転写活性化ドメインと融合にすると、これは小胞体ストレスとは関係ない転写活性化ドメインなので、小胞体ストレスがなくてもいつも活性化状態ですよね、になる。だからここに書いてある、もし自分が取りたい転写子は B なんだ、 B とかなんだけども、普通は小胞体ストレスの時だけ活性化されるんだけども、 GAL4 のアクティベーションドメインと融合になればいつも活性化状態になると期待される。これはいつも、これさ、ここさえ結合すれば全体的に活性化状態になるように細工がされているので、ストレスとは関係ないですね。小胞体ストレスは無関係に活性化された転写子になる。そうするとここに転写活性化ドメインがちゃんとアクティブなのがある。でここは私が探しているのは転写子なので DNA 結合ドメインありますよね。ここに UPRE という DNA 結合ドメイン、 UPRE に結合するドメインがある。そうするとここに GAL4 のこれを置くんではなくて、自分が探している転写子が結合する UPRE というのを置けば、ここに DNA 結合ドメインがある。ここに転写活性化ドメインがある。一つで十分活性型の転写子になるでしょう。ですね。いけますか。ここはどんなものか正体は分からないけども、少なくとも自分が探しているものはこれに結合する転写子です。だからこの中には UPRE 結合ドメインがあるはずです。でそのあるんだけど、普通はこの UPRE に結合できるのはストレスが起きた時だけなんだけども、転写活性化ドメインと融合すれば、 DNA 結合ドメインと転写活性化ドメインが合体して一つの転写子になるとして働いて、ここに結合して転写を実行できるようになる。 B という転写子が A アクティベギャルフォーのアクティベーションドメインと融合すれば、それで DNA 結合ドメインと転写活性化ドメインが両方がある。基本転写子の両方があるので、ワンハイブリッドが入っただけで転写を実行できるようになる。
この脂質配列を自分が求めているものに変えれば、ワンハイブリッド、一つのハイブリッドがこの酵母の中に入ったら DNA に結合する。さらにアクティベーションドメインが基本転写因子群に働きかけて、たった一つのワンハイブリッドで十分転写が実行できるようになると。いけますか？大丈夫？という、これもちょっとコロンブスの卵のような、これは転写因子しか使えない方ですよね。これはどんなタンパクにも使えて、どんなタンパクのパートナーでも探せるんだけども、このワンハイブリッド法は転写因子にだけ当てはまる方法で、この B あるいは Y のところが転写因子であれば、それに結合する子細列をレポーターの上に持っていくことによって探すことができると。で、これでいけるかな、いいかな、いい、これでやってみて、でこれはまだシステム売ってなかったので、自分でシステム作ってやってみたらちゃんと取れて、100個ぐらい取れたうちの70個はここの HAC1 という名前がついたベーシクロイシン実表型の転写子が取れたんですよ。やっぱりベーシクロイシン実表ですねはそうなって、それをノックアウトすると IR1 の破壊と同じ表現形ができてきたと。全くストレスに応答 しなくなった。ストレスかけてもシャペロンは増えないという。ということで、これは私の全くの言い訳だったわけです。一つでよかった。転写因子も一つしかなかったんです。ということで、ツーハイブでやってたら、また A のパートナーの B も偽物で、全く何も起こらなくて何ヶ月間のロスで終わってたんだけど、この失敗を何やかんやまた言い訳を考えているうちに、ワンハイブリッド法というのがいけると思いついたおかげで本物にたどり着くことができて、ちゃんと正しい本物の転写子ハック1というのが取れましたという。ということで、ツーハイブでやってたらもう数ヶ月のロスで終わって、また別のことをやらないといけなかったんだけども、ハイブリッド法、ワンハイブリッド法に思いついたわけで、これがプロジェクトが成功して皆さんとこうやって会ってるって、これがワンハイブリッド思いつかなかったら今頃ここにいないだろうなという、そういう話ですね。時間なんで、何か質問ありますか？いいですか？じゃあ終わりましょう。